はい、じゃあよろしくお願いします。今回はきっかけ英単語第15弾やっていきます。疑問詞ですね、今回は。で、今回もこの10個やっていきますので、まずこの状態でテストされたい方はぜひ止めてやってみてください。よし、じゃあ1番からまずね、いきましょう。では疑問詞なんで、疑問詞がどういうのかっていうのは途中でさらっとは説明しようと思うんですけど、まず意味から確認していきましょう。で、1番です。で、発音がこれは where もしくは fair って感じになります。自分はね、ふが h の発音が入る方でずっとやってきたんで、そっちを癖で言ってしまうんですけど、おそらく where のが多いと思います。で、意味がこれね、キーワードでいいです。キーワード where はどこ、どこだね。で、2番も what とか what、ちょっと負がいる what とかあるんだけど、一応 what で、キーワードが何です。で、一気にガッてやってもいいんですけど、ここでちょっと疑問詞っていうのを説明していきます。で、もちろん使い方としてこう1個で統一はできないんですけど、主にこうやって使いますよっていうのを覚えてください。で、これ疑問詞ってやつなんだけど、基本的に文の最初で使うことが多い。で、疑問詞って言ってるので、疑問文の時に使うアイテムです。基本的には。ごめんね、基本的にはばっかり言ってるけど。で、例えば、相手に質問する、すごい簡単な質問として、ちょっと見にくかったらね、画面、パソコンの方はね、大きくして見てみてください。Do you like tennis? って。これで、あなたはテニスが好きですかみたいな。なんで do を使うかっていうのは、これ本編の方でぜひ見てみてください。これ1年生で習う疑問文なんですけど、あなたはテニスが好きですかって聞いてます。で、こういう風に do you とか、他だったら does he とか、あとは did を使って過去形だったら did you とかありますけど、その do, does, did みたいな感じ、よくは D3 兄弟って言い方するんですけど、そいつらを使って質問したり、あとは B 動詞で疑問文作ったりするときは、Yes, No で答えられるんです。その質問に。はいといいえでね。だから、これ、あなたはテニスが好きですかって聞いてるから、はい、好きですって答えることもできるし、いいえ、好きではありませんみたいな。答えることができるでしょ。でも、この疑問詞っていうのを使った時には、Yes と No で答えられません。ここはすごく大事です。疑問詞の基礎としては。で、このね、今、テニスが好きですかっていう、テニスってものを聞いてるんで、Yes, No で答えられるんですけど、この部分を削ります。そうすると、do you like だけ残るんですけど、ここだけ無理やり訳そうとしたら、あなたは好きですかって質問になる。で、そこに例えば、何ってものをくっつけたらさ、あなたは何が好きですかって質問することができるよね。で、そうやって質問したいな。で、何を使いたい。あ、何って what だよな。じゃあ what どこに入れる？文の最初に入れようぜって。で、もちろんね、最初に what が入ったんで、ここは小文字に変わりますけど、what do you like? で、本当にね、細かいことですけど、疑問詞を使った疑問文の時は、一番最後が下がります。普通疑問文って上がるんですよ。do you like tennis? みたいな感じで。ですけど、what を使ったら、what do you like? って下がる、質問の時ね。これは言う時の、特徴になりますけど。で、話を戻して、こうやって作ると、あなたはテニスじゃねえ、お前、あなたは何が好きですかって聞いてるので、はい、そうですとかさ、いいえ、好きではありませんみたいな会話が成り立たないでしょ。何が好きって聞いてるから。だから、こういう何とかを使う、どこもそうなんですけど、どこに行きますかって言ってるのに、はい、行きますとか、いいえ、行きませんっておかしいじゃんか。だから、疑問詞を使った時は Yes, No で答えないよっていうのを覚えておいてください。で、もしこれでね、あなたは何が好きですかって聞かれて、私はテニスが好きですって答えたかったら、ここの文として、私はテニスが好きだから、I like tennis みたいな感じで答えれば OK だよっていう。これが疑問詞の基礎です。で、何度も言いますけど、使い方は一通りではないので、文の最初出てこないこともあります。これは中2中3で進めば進むほど、そういうのが出てくるんですけど、まずね、基礎として、これを覚えてもらえればと思います。で、詳しいのはね、本編の英語の動画で見てみてください。いっぱい撮ってますんでね。はい、ちょっとね、長く話しちゃいましたけど、いてやば。T シャツにめっちゃペンをつけてしまった。じゃあ戻りましょうか。で、3番、これ、ウィッチですね。ウィッチ。フィッチかウィッチかですね。で、ウィッチは自分、ウィッチどっちってよく言ってしまうんですけど、どっちって。多分ね、教科書とか参考書だと、どちらのとか、
いう形になるんですけど、このどっちでも通じるし、リズムで覚えやすいんで、自分はこれ使っちゃうんですよ。ウィッチどっちっていうね。だからまあ、どちら、どっちなのって聞いてるときに使います。ウィッチは。で、次、フーです。フー。で、フーもキーワードで、誰です。誰。で、そのフーに SE がくっつくと、フーズって言います。で、これはまあ、フーの、ね、似てるってのもあるんだけど、意味も似てて、誰のです。で、こののまで絶対に覚えてください。で、どういう風に使うかっていうと、who は単純にあなたは誰です。あなたは誰ですかって失礼すぎるね。例えば、あっちの方にいる男の子をね、指さして、彼は誰ですかって聞くときとかに使います。who は。で、誰のっていうのは、例えば、これは誰の帽子ですかみたいな。時に使いたい。帽子。だから、例えば、whose cap とか、言えば誰の帽子みたいな感じで使うんですけど、そういう使い分けになります。誰と誰のはね。で、右に行きましょう。で、まず読み方が when ですね。まあ、自分は when って言っちゃうんですけど、で、when です。で、これもキーワードがいつです。いつ。まあ、時間を聞くときに使うね。いつ、ほにゃららが始まりますかとか、あなたはいつ起きますかみたいなね。で、次、7番が、why です。why。で、これで、キーワードが、なぜです。なぜって聞くときに使う。で、今回ね、8番、これ読み方、how って言うんですけど、how だけで使うときは、自分はね、どうやってっていうのを覚えさせちゃうんですが、どうだけで使うときもあります。でも、どうやってって覚えておくと、結構、まあ、どこで出てきても使いやすいんで、そうやって覚えちゃうといいなと思うんですが、これね、how だけで使うこともあるんですけど、こういう風に何かと一緒にコラボして使うことがすごく多い、how は。例えば、9番。how many ほにゃらら。これで、how many キーワードとして、いくつっていう数を聞くときに使います。で、自分本編の、英語の動画の方でも言ってるんですが、how many は、how many もの s ってよく言います。何かっていうと、この後ろに、あれだね、赤ちゃんまずいね。このね、からの部分、まあ、モノ S。例えば、何の数を聞きたいかによるんですが、まあ、バッグ、カバンですね。じゃあ、カバンの数を聞きたかったら、カバンがそのものがバッグでしょ。それに S、複数形の S をくっつけて、How many bags? みたいな感じになる。最初のスタートとしてね。で、How many bags do you have? あなたは持っているっていうのをくっつければ、あなたはいくつバッグを持ってますかみたいな数を聞くときに使えるんです。How many もの S でね。で、次が How much です。How much。で、これは値段を聞くときに使う。つまり、いくらです。値段ですね。で、他にも How old ほにゃららって聞けば年齢何歳って聞くときに使えますし、How long みたいな感じで始めればどのくらいの期間とか。で、そのね、まあ、期間とかを聞くときに使える。他もあるんですけど。なんか気になった方はね、調べてもらえればいっぱい出てきますんで、ぜひ調べてみてください。もちろん他のものもね、コラボして使うときもあるんですが、how はとにかく多いです。コラボのものが。なんですが、ひとまず今回疑問詞ね、こんな感じでやったので、ぜひ覚えておいてください。よし、じゃあ消しながら行きましょうか。で、今回第15弾なんですよね。スタートの時に話したように、一応ここまではやると決めて、この後どうするかみたいな感じもね、前回の動画や、あとはツイッターとかでもね、いっぱい意見いただいてて、非常に悩みました。まあ、どっちの意見もあってね、その続けてほしいっていうのもあれば、いやいや、もう英単語いいんで他の動画撮ってくださいみたいな。そうそう。特に高校生のね、高校の他の数三取ってとか、物理取ってとかいろいろあったんですけど、ひとまず、もうちょっと続けてみようかと思います。で、今後はですね、今まで動詞やったり、疑問詞とか接続詞ってグループでやってきたんですが、次回からはもうごちゃ混ぜです。もう名詞とか関係なしに。で、基本的には中学校の教科書に載ってるものとか、まあ載って、まあ、ほとんど載ってるものから出しますけど、まあ、よく長文とかで見るよね、大事だよね、と思うものを、独断と偏見で選んでやっていきます。基本的には10個ずつ。
で、まあ、全部簡単だとつまらないので、まあ、最後の3個ぐらい、ちょっと難しいというか、まあ、長めの単語とかを入れつつ、まあ、簡単だけな動画ではなくて、動画の10個の中でも多少難しいのも入れて、まあ、バランスをね、うまく整えながら、まあ、作っていこうかなと。で、アップする日なんですが、それもひとまず偶数日の16時でいけるとこまではやろうかなと思うんですが、ちょっといかんせん今、自分の方はね、すごく忙しいので、もしかしたら、こう、あ、ちょっと今日無理ですみたいなことはあるかもしれないです。で、それは、事前にツイッターの方で、なんだろう、言いますので。なので、もし、あれ今日ねえなと思ったら、ツイッターの方もしやってる方であればなんですけど、そっちを見てくれれば、ああ、今日、そうか、今日無理な日なんだね、みたいなふうになると思うんですが、ひとまず、偶数日の16時でこれからもやっていこうと思います。で、まあ、キリがないので、やり続けても。なので、まあ、いくつまでやる方はまだ決めてないんですが、まあ、ひとまず、夏休み中、もうちょいみんなね、夏休み入りますけど、夏休み中があと1ヶ月ちょっと。で、多分、このきっかけ英単語30まで行くと、夏休み後半ぐらいになると思うんですね。だからまあ、その辺までを、ひとまずのまた目処に、してやっていこうかなとは思います。ので、もしよかったらね、次回の方もまたお付き合いください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。